きなりひでチャンネル。どうも、今週もよろしくお願いします。高島です。いきなりひでチャンネルと申します。いや、先週もですね、収録の時に実は今日は先週の木曜日みたいなことを言ってね、まあ今週も木曜日なんですけども、木曜日にだいたいですね1週間分の収録をやっておりますが、びっくりしました。先週の木曜日収録が終わって、翌日の金曜日にですね、なんとあの安倍さんがですね、凶弾に倒れるという。いやー、驚きましたね。本当に驚きました。あの山上徹也ね、あんなにしぶとくずーっと恨みを抱き続けてですね、去年の春頃にはね、自家製の自分で作った銃が完成してたというじゃないですか。家宅捜索で何丁もね、押収されておりましたけれども、それでずーっと、安倍さんをですね、殺すチャンスを伺っていたという、あのニュースにはね、もうほんと心底驚きました。大体、改造の銃なんていうのはですね、あんな簡単にできるもんなんですかね。長さが40センチで、高さが20センチとか言ってましたよね。それで、6発の銃弾がですね、込められて、で、ドーンと撃つと6発グワッとこうね、出てくるという、それで2回に分けてですね、銃弾がね、飛び出すようになってた。で、大変なね、結構な殺傷力もあると。あの、奈良県警がですね、先日、もう本当に早朝にね、現場検証をやってましたけれども、90メーター離れたですね、あの壁にね、その銃弾の跡がですね、見つかったというような。それも、弾がバッとこうね、壁の中にこう刺さっておりまして、あんなの人間がね、浴びたらですね、これはもう死ぬことはもう間違いないですから、それがですね、最初至近の7メーター、2発目はですね、もっと近い5メーター、そこで撃たれたって、いやー言うんですから、もう安倍さんもですね、まあこう言うとあれですけど、結構即死に近かったんじゃないかなという、まあそんな感じがするんですよね。だけどどうなんでしょうか。私、いろんなニュース見てて、その前の日にですね、山上容疑者っていうかね、彼がですね、あの、元お母さんが通っていたと思われる、旧統一教会のですね、施設に向けて、銃弾を発射してですね、テストをしたと。教団の壁には当たらずに、隣の何か会社のね、壁にぶち当たって、会社の人は非常に怒ってましたですけども、あの時もね、あの映像、音が残ってますけども、ボワーンというような、安倍さんが最初に遊説先のね、あそこの駅前で撃たれた一発目みたいな、ああいういわゆるピストルの音じゃない、かといって爆弾のあの強力なドーンという音でもない、何かあの曖昧なブワーンという音がですね、したわけでしょ。で、それが前の日だっていうんですから、警察もですね、そんな情報入ってたと思うんですよね。で、それで安倍さんの時の一発目に、そういう音がしたわけですから、あの、その時に瞬間的にですね、あの3秒の間というのをね、ずっと取り上げられてますけども、その時に、まあ警官がですね、バッとですね、まあ身を挺してというか、安倍さんにね、バッとタックルでもかましてですね、2発目の銃弾がね、体に当たるのを避ける、そういうことはできなかったもんか。だから私はね、もう根本的に言ってね、もう心底油断があったと思いますね。日本は世界一銃規制が厳しい。だから銃によるですね、発砲による、まあ、刺殺事件というか、ね、そういうのはね、なかなかね、ほぼ 100% に近く難しいだろうと。あるんだったらナイフだというようなね。で、大勢の聴衆がいる、その中に変な奴はいないかということで、前の方をずっと見てね、目を光らせていた。だから後ろ側はですね、全くね、まあ向いてる人もいましたけども、結構車道の方に入ってきて、犯人が、安倍さんに背後から近づいても、それを制止する警察官は一人もいなかったということですよね。いやー、気の毒でした。本当に気の毒でした。あんな死に方しちゃいかんですね。だけど、歴史をたどればですね、日本も結構ね、そういう銃弾に倒れる、
元総理大臣というのはね、案外いますよね。韓国の駅頭でやられた伊藤博文なんかもそうだし、ね、平民宰相と言われた原恵、原敬ですね。あの人も東京駅だし、浜口優子、浜口大幸が、あの昭和恐慌の時にですね、金解禁だとかなんだかんだいろいろあって、ね、ロンドンの軍縮条約だとか、学校で習ったと思いますけども、あれでやっぱり東京駅でね、あの、ピストルで撃たれてというような、翌年知りましたけどね、あるんですよね。で、安倍さんの、あの、おじいちゃんの岸信介さんも、まあ、太ももを刺されたとかですね、それから、三木武夫さんという総理大臣も、あの、いきなり殴られたとかね。まあ、だけど、殴られたぐらいはですね、命に別条ないからあれなんですけど、安倍さんの場合はですね、もう完全に安倍さんご自身も、よもやというお気持ちはあったんではないかなと思うんですよね。まあ、非常にですね、非常に、もう、なんかこうね、胸が苦しい。そして思い出すたびに悲しい。そしてネット時代ですから、いろんな映像が出回りましてね。それから、元総理の遊説ですから、各テレビ局もその場をね、捉えてまして、NHK の映像とか、その他いろいろ出ましたですけども、あの、ネットに上がった映像の中には、あの、2発目、安倍さんが銃弾浴びた瞬間、あの、台から落っこちるという、そういう瞬間もですね、捉えられてましたですからね。あれ、ほとんどの人がやっぱり見たんだろうと思いますけども。まあ、そういうようなことでですね、あのニュースがあったんでね、びっくりしちゃって。そしてその翌々日は参議院議員の選挙だったということで、この選挙もですね、どういう実感持ちましたですか？私、一番やっぱりびっくりしたのはね、あの NHK 党の立花さん、あの人がいろんなところにね、候補者を立ててましたですけども、当選なんかしなくていいみたいなこと言ってんですよね。だけども、NHK 党が、まあ、全票数の 2%、それ以上取ると、いわゆる政党助成金が出ると。昔言った、一人ですね、250円のコーヒー代一杯。で、それで地方区の方でもそういうので当選すれば出るし、全国の方でもですね、それが出るし、比例区でね、出るから。だから、あなたの一票はですね、NHK 党を助ける500円の献金に等しいというようなね、なかなか、ああ、そういうことを考えたと。まあ、法の抜け目と言ったら彼は怒るんでしょうけども、で、NHK に対する暴露の話はね、まあ、すごいですね。ここまで言っちゃっていいのと。それがまた、NHK の電波に乗って、選挙演説、やりますから、あれもまたね、すごいなと思いました。それからね、あの、令和新選組のね、山本太郎さんですか？こんな川柳が来てます。昼の街関連さんから、法の穴、ついた令和の錬金術。これも一種の錬金術。前回衆議院で比例当選した山本太郎さんは、自ら辞職して、自転の自分の党の候補を繰り上げ当選させ、そうですね。で、自分自身は知名度を生かして、参議院選に出馬して、議席を得るというね。そういう芸当を演じたと。この禁じ手とも言える見事な錬金術。一体誰の知恵なんでしょうか。その辺はもう全然わかりませんけども。だけど考えるもんですよね。確かに議席は増えましたですからね。しかし、池上彰さんに言質を取られたように、今回は比例票ではなく、山本太郎氏自身への得票となるので、もう辞職、そして次の人繰り上げの手は、使えなくなりました。池上さんがそういうふうに言ったんだ。まあその通りですよね。なるほど。はい。そして参議院選挙の特徴。大丈夫、タレント目立つ参議院選。ね。中条清さんも当選したし、青島健太さんはね、比例の維新の微立決で入りましたし、令和水道橋博士と山本太郎さん、NHK 党はガーシーですか？ね、その他自民党生稲さん、ね、今井絵理子さん、その他でございますけども。まあ、いろんな思いを残したまま参議院選挙終わりましたけども、票のね、結果は63人当選の自民党の大勝。立憲民主党はまあ、大敗とは言えないけれども、完敗ですね。完敗。それで、改憲勢力というのはですね、完全に
安心で参議院で発議できるというそういう票数を獲得しまして、まあ何のことはないね、安倍さんが亡くなったあの票がね、生きたのかどうかそれは分かりませんですけども、自民党はですね、まあ選挙に分かったと、今後3年国政選挙はないということですから、この間にいろんなことをやるんじゃないかと言われておりますけども、岸田さんどうなんでしょうかね、どういうふうにやるんでしょうか、まあその辺は分かりませんが、まだまだ、安倍さんがですね、銃弾に倒れたあの余韻がねずっと続いてまして、私ももう本当何かね、気分が悪くなるという、そんな日々が続いております。あなたも多分そうだと、そういう人多いと思いますが、ということで、ちょっとね時間が遅くなりましたけれども、安倍さんの本当にねご冥福心からお祈りしたいと思います。よくあのテレビのアナウンサーがですね、誰か死ぬとねもう本当取ってつけたみたいに、ご冥福をお祈りします。はい、続いては大谷選手のショータイムとかなんか言って平気なんですけど、ああいうのは大嫌いです。私ラジオの放送で、ご冥福をお祈りしますっていうのはね、ほんの数回しか言ったことありません。そんな気分でね、軽く言ってほしくないんでね、あの言葉をつなぐその場面でね使われるとかそういうんじゃなくて、だけど今度の安倍さんの場合にはですね、本当に心から思いましたね。私あの奥さんのインタビューもさせていただいてるんで、いろんな言えなかった話も聞きましたんでね、まあそういうようなことからもね、安倍さんの死についてはですね非常に感じるところがありました。本当にご冥福お祈りします。いきなりひでチャンネル、今週も一つよろしくお願いします。川柳浮かびましたらこちらでお待ちしています。明日はですねゲストが登場します。はい、ではいきなりひでチャンネル、今日はこの辺で。